皆さんこんにちは、名古屋のジェイモンです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。でもだいぶ疲れてきました。今日はアップが多かったね。ということでこれ以上アップするのもちょっとやんなってたで、素直におりますただ青山猫ぐらい抜けとこうかな。せっかくこっちまで来たし、行けると思うので頑張っていきます。これを行くとどこでやす、とりあえず左の方行っちゃうとね、普通にバス通りで出て車通りが激しいので、あえてのここを通ります。一度も通ったことありません、車も自転車も。道路の総延長なんてとんでもなくあるからね、名古屋市だけで見ても。全部を走るってやっぱ難しいなと思います。走りたくなるような道路だったら走るけどね、そうじゃないとこもいっぱいあるから。あ、これ出たか。はいはい、相川第二公園、そこもね紅葉が美しいね。よいしょよいしょ、あんまりこう意味ないです。こっち側なんで登ってるんだろう私は、とそうその紅葉が綺麗だから登ってるだけで。はい、相川三丁目。あまあそこは綺麗だけど、あとはそうでもないな、桜の木が多いから、はい、とりあえず一周することなく素直に青山方面へ向かいます。あの老夫婦ソーダアイス食べとったの2人でソーダアイス、まあ、今日は寒ないでね全然アイスいいんだけど、ソーダアイスかーって、まあ、よく言いましたけど、私も人のこと言えんけど協力ありがとうございましたとか言ってちゃんとアナウンスがあるんだね。私は救急車呼んだことはありますけど、すっ飛んでくるよね本当に、早いよね。であのピーポーピーポーのトーンをね、ピーポーじゃなくてピーポーピーポーにすると本当にね音が落ち着きますよね。さあミスタードーナツ立山戦っております。ここからまた上り坂でございます。天白公園まで上るつもりはないですが、ちょっと大変なんで、とりあえずあついでに見ていこうか、どうせ登るんだったらこっちから行こうか、こっちから行きますが、はい、あのレトロ名古屋があったところその通りをね抜けていきます。何がどう変わったか、もう立ってるんかな家が、ひょっとするともう駅近だよね本当に、ここは駅近ですね。あ、特に変わってないな、特に変化はないですね。若干盛り土状態になってるけど、ものの見事なくなったね。まあ真後ろがねちょっと崖だからちょっと怖いよね。木植わっとるっつってもちょっと崩れてくる可能性あるな、十分十分あるな、地震来るとちょっとそういう怖さはありますね。いや意外となくなっちゃうとね、あれこんな程度のこんな狭かったっけっていうのはよくあるあるで、意外とそんなに大きな面積ではないですね、こうやって見るとね。はい、残念ながらそれも古いストレンがある、ここにすごいなこれ、エアサスのハイドロがついたやつよね、まあ、ドゥーシボがあるじゃん。ドゥーシボ乗ったことありますよ私、いとこが乗ってたから。2速3速マニュアルだったっけ、ツーストのね、なかなかすごい乗り味ですよ。あのジムニーとはまた違った世界観っていうね、うん、ちょっと高速道路走れるのかなっていう、普通の道走るにはいいだろうけどね、ちょっと高速走るには心もたない感じがしましたね。さあ青山緑地の東端を北側に向けて抜けております。地味にここも結構な途半角度、私もこれねあと何年までできるかわからないよね、このノーマルの自転車でこう坂道をね登るっていうのは。電動アシストもいいんだけどね、今度ね長距離が嫌になる、長距離が嫌になるんでね。さあひいひいながら登っております。まだまだ続きます長い、疲れた、砂に押そう、疲れた。楽々だよねな、ここ楽々ウォーキングとは言い難いけど、違うか、体が楽じゃなくて楽しめる楽しめる方か。これ案内板、あ、ここあるでしょ、千秋家の墓、ほらここに書いてあるよね。ああ、ざわざわ計算編はね、
まあ、あるということをお知らせしているというだけのことですね。はい、相生山緑地の東端を抜けております。これ下っとるけどまた上りだよね。本当はこれ左行ってもいいかなと思うけど、とりあえず右行きます。あ、左の方が綺麗だったかな、ひょっとしたら意外と良かったかもしれん。ここに出てくるんだよね、例の道路。抜いた道路がどこへ出てくるかというと、ここでございます。抜いた道路はね、ここへ出ますわ。こういう今状況です。非常にね、紅葉が美しい。どこの山奥来たかしらなんていう感じだね。ちょうどカメラはあそこの感じ、こういう雰囲気です。いい塩梅だね。で、道路が抜けるとこの豊田工大の方、豊田工業大学の方、これ今東向きです。こっち側抜けるって感じですね。まあ、バンバン車通るようになるよね、そうなると。はい、今道路の出口のとこはこんな風にバリケードをやってあります。でかい、飛ばしてくるな、飛ばしてくるな。でこの先に山根小学校がありますね。川の反対側には中根小学校があって、よく間違いそうになりますけど、この相生山緑地のへりをずっと降りていきます。あ、これ家できたな、作るな。山根公園を抜けどんどん下っております。あ、ここもね、紅葉がいいね、美しいです。緑地の中もね、まあ、かなり紅葉進んでいる感じ。もうちょっと遅い感じだね。はい、オアシスの森入り口まで来ました。はい、相生山オアシスの森入り口です。もうすごい枯葉の絨毯、そして不法投棄禁止って書いてあるすぐ真下にもうゴミが捨ててあるというね。あのゴミ見たら多分個人の分かるよね。どうせあの半人が入ってるでしょ。大西にこう捨てたる人ってそういうとこね、ルーズだから意外とそれでバレちゃうよね。さあ、ずっと降りてきますと双子池の横に出ると思われます。すごい勢いで来るな、車。一切止まる気なさそうだ。下からもすごい勢いで来るけど、皆さん飛ばしすぎだと自転車に乗ってるとそういう車の速度が気になりますよね。自分が車乗ってる時はね、車乗ってるからあんまりそう思わんけど、自転車乗ってるとね、その速さがね、よくわかりますね。ああ、綺麗だ、ここ綺麗だ、非常に非常に綺麗じゃない、いいじゃないの、いいじゃないのって、いいじゃないよ、いいじゃないのって、なんで通ってかって車をやり過ごしたかったから。後ろからね、バンバン壊れると落ち着かないもんね、特に自転車のような交通弱者としては。今回も最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございます。1000本以上アップした過去動画もぜひともご覧ください。それから高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。名古屋のジエモンでした。